いや曲かっこいいな。このなんて言うだろう、新しい爆裂の曲ってめっちゃかっこいいよね。どんな時もどんな時も僕が役らしく。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。さあということで、骨骨ロックじゃなくて、ゾンビじゃなくて、あ、ペンちゃんとかと一緒に、一緒にライブしてさ、作ってた、イデア、運曲にするわ。最新の豪絶を運曲にするって、モチベーション、バリバリ最強じゃない？いくぜ！ちょっと音はね、聞こえないんでしょうかな。うん、音聞いちゃうとべしゃりの方がただでさえしょぼいのにさらにしょぼくなっちゃうから、さあ集中していってみようかと。エロいな。なるほどね、はいはいはい、難しいね。ちょっと待って、指の皮食うから、ちょっと待って。うん、うまい、しょっぱいね、うますぎて臭っ。でこれでこれでいこう。弱点露出してからビュンとすれば強いから効かないんだ。エッチじゃん。じゃあ右上だから、単純に出してから、たっぷり出してから、ピュンピュンピュン、いいですね。これいけんじゃん。ヒュヒュヒュ。いや、ここはまだ簡単なんですよ。この次あたりからやたらむずくね、これ。と思ったんだけど。簡単。めちゃくちゃ簡単で、草がもうボーボー。ありがとうございます。センキ。真ん中に来て復活するから、ただただ縦貫すればいい、それだけのこと。エグいな。ここは縦貫してで、ファーストジェネレーション。ああ、ここも簡単だな。ここも外していく。オーマイガー。でセカンド、セカンドオポチュニティに関しても一つ言えることがあるとしたら、ここも外していく。オーマイガー。で、サード、右下にずれていく。右下にずれたら、直でいっちゃってもいいんだよ、これ、いっちゃって。こんな感じで。直の生でいっちゃってもいいんだよ。セーラーライ。で、鼻がつらい。花粉やばくない最近。マジで。どういうことなのこの花粉。セーラーライ、強いですね。ビビビ。あのさ、アロンズロットも強いよね、これ。大概強いよね。あ、見えてる、丸見えだよ。エロいな。あ、そっち行っちゃうの。え、そっちなのにそんな効くの。それはおえぐいね。で、SS もまあアベルに関して言うと重心化じゃないから結構余裕なんだよね、実は。Oh my god. Sir. あ、移動すんだ。へぇ、エロいな。これいいんだよ。真ん中でしょ。OK ですね。OK ですね。ありがとうございます。そろそろボスじゃねえのか？ちょっとわかんないけど。あ、違う。まだ次か。ってことは、フォース。ここどこだっけ？記憶にねえ。あー、そこか。なんだ。そんな難しくもないじゃないか。下の鍋で左にずらせば上に行く。あれ、行かないんかい。ちょっと待って、それはえぐいな。どうしよっかな。さらにずらせば行くかな。これで行かないんかい。めっちゃ効くじゃん。めちゃめちゃ効くやん。これはえぐい。いけじゃんこれ。待って待って、ちょっと簡単じゃないこれ。ちょっと待って、これやばいね、これやばいね。普通にこれは倒せる。普通にシュンって
いやこれはいけるんだけど、いや強っ、やっぱり強えわアベル、やべえわ。でボスまで来たと。ボス位置ってどこだっけ。あ違う、そこか。ああ、これ行こう。 Oh my god thank youで、ここはんどうしよっかな、迷うところだな。これでいけそうだね。でセカンドオポチュニティだろう。次はセカンドオポチュニティはこれでギリギリ下を狙っていく。上狙っちゃった。まあ大丈夫、まだ大丈夫。フォースがいるから最悪。最悪フォースさんがいらっしゃるから。あ、でもこれでいけるね。これエロいね。ギリギリ切っていく。ありがとう。これいけちゃうのエロいな。ちなみにキコちゃん今ね、7% のお酒の 500ml 缶を2本飲んでるので、1リットル飲んでる状態でちょっとだけ酔っ払ってるんですけど、それでも、楽しくできちゃうっていう、そういうレベルの、ね、パーティーでございます。楽しいっすわ、めちゃめちゃ楽しいっすわ。あーそっちか、そっちってことは右から打てば真ん中に行くな。しかしまあ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 いいか、それは OK。いや切れるね、めちゃめちゃ切れてるやん。いやいいっすね、エロいな。あと5ターンあるんだろ、結構楽々のみ食ってると思うよ。これはこれは結構楽。いや強いわ、しかも戻れるって逆にこれ。いや強っ、アベル変態すぎるだろマジで。SS1 本も使ってねえぞここまで。これは立て替えやな。立て替えして、次の SS でなんとかいけんじゃねえかなと思ってる。もったいないけどね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけもったいないから使わない、やっぱり。これでいく。いく！戻ってきて2つ倒すと。いや、完璧でしょ。いや完璧でしょ、うん、酔っ払っててこれは完璧でしょ、うん、缶&ピキでしょ、どうあがいだって。これはそれはビリビリ倒すよ。 OK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 、 きれいに切りつけていく。で移動じゃないな、縦缶左で終われたな。ここは終わりだ。アーロンさんのさ、おいかっこいいねあれね、うん、オッケーで移動だろ。弱すぎて草、右下はさすがに弱い。まキャラクターいるからだよね。いや強っ、やばすぎだよこの強さは。あと5ターンあるんだろ、全員残ってんのやべえな。シンプルにここは使いたくない。セカンドも使いたくない。フォースで抜けたい、なんならうん、読んで抜けたいから。これもこんな感じで、うん、 OKOKOK で3も左側に行くと。ちょっと引いちゃうんかい。 OK で真ん中に移動してくるから、右弱で OK。 これで1ターン目でアロンゼロット持ってくると、なんとめちゃめちゃ楽になるんですよ。最後スピードアップできるんでね、うん、あもちろんね、もちろん、うん、調整したキャラクターの方が強いかもしれないけどね。エロいな。これすごくない？これこの状況すごくない？マジ？倒せんの？それ結構えぐくない？
惜しいね、エロいな。でこれで、あ待って、これさ、これ強いんじゃない、ビリビリしながらいけちゃうみたいな、そういうパルパティーンじゃないのこれ。強くねえこれ、エロいな。これビューンしたわ、ビューンして、ビューンして、で下呼ぶんだろ、俺分かってるから全部。残念な結果にしてやるよこの俺がな。でボスもスピードアップあるんですね。勝ったな、これ靴だけが怒っていくスタイル嫌いじゃないよ。いや嫌いじゃないよこれ全然。こんな感じでどう、ストライクショット、いいっすね、やっぱ好きなんすねこの感じ。で次ファースト、ファーストエディションはまあ上から行くしかないよね。すごい見えてるな、これ。お、なんかこれ、いいんですか、なんかそのサービス感いいんですか、すいません、なんか気遣っていただいて。で移動していく、いや横間で落ちていく、こんな感じで終わる、終わりじゃないですかこれで。どうですか、クペーセンキュー。いやいやいや、キャラクターが揃っている暴力ってやばいよね。ちなみに結局ギコちゃんは今回でおそらくイデア運極なんですけど、アベルを運極にすることはできなかったですね。今ラック55なんですよ。あ、すげえ落ちる、123ってことで、ありゃーなす、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。うん、はい、ということで、無事に運極にすることができました、ありがとうございます。これまでねペンちゃんとかと一緒に、あの例えば M4 とかと一緒にねイデア周回することはあったんですけれども、最新のキャラクターをの豪雪を運極にしたことなんて、ギコさんこの、うん、4、5年間あのモンスターやってますけども初めてですね。意外とその達成感あっていいね。うん、まだねあれが使えないんですよ、あのフエルビスケットとか。なのですごく大変でしたけども、なんとか無事に運極にすることができました。協力してくれたペンちゃん、ミヤボー、タイガー桜井、そして、ライブを見てくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。ということで次回の豪雪、必ずドラクエ系 YouTuber のギコちゃんがぶっ壊す。頭ボサボサやな。はい、ということで皆さん、私無事に36歳になることができました、ありがとうございますね。この服もすべて、俊介からいただいたものだったりとか、あとはですね、俊介カバンもいただいたんですよね。カバンもギコさんこういうカバン使ったことないんで、ちょっとね嬉しいですよね。うん、パソコン入んのかな、パソコン入るんだったら余計嬉しいな。はい、あとは下平さんからいただいたのがディアブロのバーバリアンですね。これディアブロ2ってゲーム俺すごい好きだったんで、普通に嬉しいっすねこれは。うーん、普通にというかかなり嬉しいっすね。いいよねディアブロ、ディアブロいいよな。でもう一つがこれも下髭さんからなんですけど、ディアブロ3のディアブロですね。女性感があふれてるディアブロ2のディアブロに関して言うと、まあ男性っぽいマガマガしい、まあドラゴンのような、あ悪魔のような、どっちかっつったらモンストのさ、サラマンダー重心化ゴムみたいな見た目だったんだけど、それがねちょっとね女性ってことでディアブロ3はちょっとねスマートなディアブロになってるわけです。これもねかっこいいんですよ。でもうん見た目かっけえな。しかしでバーバリアンに関して言うと、もう日本になくてイギリスにしか売ってなかったらしい。うん、あこれだね、これだね、これが2のディアブロだ。見えるかなこれ、2のディアブロこんな感じ、サラマンダー重心加工みたいでしょ、うん、まあそんな感じかな。はい、でどんぶりさんからいただいたのが俺の似顔絵となんだこれは、まずまずよくわからないよ何をしてるんだあいつは
こんな腫れぼったい俺二重あの垂れ目だったっけ。まあでもなんかね芸術感あふれてていいんじゃないですかねこれね。うん、はい、まあ、そんなわけですけども、いろいろと皆さんに祝っていただいて、コメントもねたくさんいただいた方々ありがとうございました本当に。36歳ということで、まあ35までにねできなかったことなんてあんまりないんですけど、まあこれまでのできていたことを継続しながら、まあ新たなチャレンジしていけたらなと思っておりますので、37歳じゃねえや、もう37歳もう来年の話しちゃったよ。36歳のぎこちゃんにもどうか、5000円のほどよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。